モスクワ市の飛び地球マイクロディストリクト16マイクロディストリクトゼレノグラードはロシアの首都モスクワの北西郊外にある行政区人口は22万人ハイテク企業が集中しているのでロシアのシリコンバレーと呼ばれているゼレノグラードは1958年にモスクワ市中心部から 37km 北西の原野を切り開いて建設された 計画都市である。電子工業関係の機関が集中して立地している。モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ、幹線道路 M10 沿いにあり、シェレメーチエボ国際空港にも近い。冷戦時代、ここでレーダーなどソ連の重要な技術開発が国家事業として行われた。ゼレのグラードの設立にあたっては、ローゼンバーグ事件に関連した。 アルフレッド・サラントとジョエルバーのソビエト連邦のフルシチョフ政権への説得もあったとも言われている。田園都市思想の影響を受け、緑豊かな環境となっており、区名は緑の街から名付けられた。区内にはハイテク企業が集中しているので、ロシアのシリコンバレーと呼ばれている。アメリカのシリコンバレーは、スタンフォード大学と、その付随工業区を中心に発展したが、 ゼレノグラードは、モスクワ国立電子技術学院を基盤として、発展した。1991年までは関係者以外は立ち入り、禁止の閉鎖都市であったが、その後は、外国企業にも開放された。同年、モスクワ市に編入され、ゼレノグラード区となった。飛び地である。人口は21万5000。クリュコボの、独祖戦、突撃記念碑。 第二次世界大戦、独祖戦のモスクワ守備戦の激戦地、クリュコブ村は、ゼレノグラード区内にある。モスクワ国立電子技術学院に似たような地名で、ゼレノグラーツクは元プロイ戦領で、クランツと呼ばれ、第二次世界大戦中に、ソ連へ併合されて、現在ロシア連邦のトビッチカリーニングラード州にあり、バルト海に面した有名な保養地である。ありがとうございます。